どうも、こんにちは。いつもお世話になります。速価塾の久保です。今回の FX の相場解説なんですけども、今回というよりも今週ですね。今週、寝動きがほんとちんたらしていて、これではね、全然エントリーするポイントどころか、テクニカルが全然見つけられないなというところでございます。やっぱさすがにね、その距離を稼ぐっていうふうに FX で言うんですけども、その陰線模様線も動きがないところではね、 うん、トレードするチャンスってのはないわけですよ。で、こういう時に別の通貨ペアっていうのを見る方もいますけども、どっこい,い私はですね、ドル円だけでずっと6年間やってきてますんで、こういう時期がたまにあるのもね、仕方がないかなと思ってるんですよ。で、以前あったのは2月のことなんですけども、2月か4月ぐらいだったかな。ちょっといつになったか忘れましたね。<laughs> すいません。あの、結局、ロシアがウクライナに侵攻した頃ってあったじゃないですか。あれ2月だったですかね。 2月だったと思うんですけどもその時っていうのはファンダメンタルがあの効きすぎるんでトレードができないよっていうことであの申し上げたと思います大体いいね半年に1回ぐらいその相場に対して手を出せないような1週間とか2週間がたまにあるんですよこれがね年末だったりもするんですけども特に夏場っていうのは投資家さんが夏休みを取っちゃうんで値動きが少ないというふうな格言が昔からあるぐらいなんですよねもしかしかたら 今年のそれが来たかなっていうとところなんですよ昨昨年年か一昨ってのは別に夏場でねトレードができないことっていうのはなかったんですけども今年は来たような気がしますね、まあ、何にしても今週一回もトレードに適する値動きっていうのがありませんので、まあ、私の場合は長期でもポジション持ってますんでこういう日でもこういう時期でもねあの含み益っていうのはどんどん取れてるんですよまああの一番分かりやすいのが125円の時に140円までの買いポジションを持ってますからね これは順調に利益を積み上げてくれてるんですけども、私が皆さんと一緒にこうトレードしてるのは、1時間軸でのね、デイトレードのおーやり方ですから、ちょっと今週がね、トレードするチャンスがなかなかなかったりとか、チャートを見に来ても動きが本当にね、のんびりしたりして、つかみどころがなかったんじゃないかなと思います、まあ、こういう時どうするかっていうと、さすがにね、今日木曜日ですからね、木、金ももう割り切って休むのがいいと思いますよ、ここまでの動きがなかったら。 で木金でまとめて値動きがどんどんってあった場合はどっちにしろ対応できませんからあのやっぱりねデイトレードっていうのは月から金までの動きの中でやっぱり火、水、木あたりにその値動きのクライマックスを見出しましょうっていう形ですから月火、水で動きがないものをね木金でなんとかうん取りましょうっていうのはこれはねなかなか無理がかかってくると思いますねで私はちょっとねおすすめできないです。週の前半で フォーメーションが見えなかったら、もう今週はなかったものと思った方がいいんじゃないかなと思います。その代わりですね、今月、まだ25日から29日っていう日がありますんで、ここでですね、1円ぐらいの値動きがまだあればですね、140円水準まで私たちは、え相場を見ることができますんで、十分利益を取るチャンスはあるということです。まあ、7月ね、思ったよりも利益が取れる日数が なかったというふうな印象をお持ちの方もいると思いますけども特にね18日から始まる22日までの週っていうのはちょっと今のところ見通しが立たないですよねという前提でちょっと冷やしの方を見ていただいてるんですけども冷やしの方もねまあ、緩やかな右肩上がりは見て取れるんですよねで瞬間的にここで下がってるところありますけどもトレードができるほどの距離がないんですようんやっぱりね30ピップスぐらいの上下ではこれはポジション取れませんから、うん、難しいと思いますよ 大体70から80ピップスの上下の値動きがあるから取れるわけですからね。で、一番いいのがブレイクして、えー、トレンドを描くことですけども、ちょっとトレンドもまだね、出てませんからね。苦しいですね。月火水と来まして、陰線陽線ともに短いです。はい。じゃあ4時間の方行ってみましょう。悲しいお知らせですね。<laughs> 4時間の方でしたらね、あの、 ファンダメンタルが入ってこういうふうなザクッとした動きがありますけどもこんなことが予測できませんからで、別枠でファンダメンタルについての利益の取り方を雑談程度にお話ししますけどもこれをねうん私の相場解説で言うのはちょっとためらいがあるんですよというのがファンダメンタルって一方向にズバッと動くじゃないですかで大体の場合は、ね、それをね、緩やかに戻してくるんですよだからこれを取りましょうみたいな理論理屈っていうのが世の中にはあるんですよ あるんですけども、あくまでもこれ邪道ですからね。これそうならない場合もありますから。そのまま行ったっきり戻らないことが。そうなった場合、これってのは、何の理屈に基づいてエントリーしたのかっていうふな、全くの損になるんですよ。損な損ですよね。得する損ってないんですけども、損する損ってのは、もうやってもしょうがないんで、本当にこぼれ話程度に今度ね、ファンダメンタルについてお話ししましょう。はい。じゃあ次、1時間です。1時間の方見てみますと、本当に顕著なんですけども、横動き、これ。 ね、この動きでずっと来てるわけですよでこれではさすがに取れませんからね上下なんと40ピップスぐらいしかないんですよ40ピップスだとエントリーした瞬間手数料で負けるんでうんやっぱりリスクリワードの引きようがないんですよねだから今週はもうやらなくてよしという週を今振り返ってるところですね <laughs> いやーどっかでねドカーンと来そうだなとは思ったんですけども今までのパターンからして来なかったですね、うん はい。じゃあ、ちょっと1時間見ても、しょうがないんで、もうちょっと短い時間軸を見てみます。はい。これがですね、15分足です。15分足を見ていただいてもわかるように、ここでの資金ってのはほとんど入ってないんですよ。で、小さな資金が入っちゃ、こういうふうに上下を作ってるんですね。で、このぐらいの陰線陽線の大きさだったらまだね、これが連続するだったらトレードになるんですけども、残念ながら、こちらの方でまたね、み,みっちい。 ロソク足しか出てないんでなんともでできないですねしかも上下のピップスが40ピップス以下ですからでこれでトレードが、ね、できるわけないですからね少なくとも私のトレードスタイルテクニカルでは手回しも出ません、えー、こういうのではなくてブレイクして大きく値動きが傾いていくからこういうところで取れるわけですよねエントリーが取れるとどこでエントリーしても含み益ってことになるから決済して,そして決済した瞬間それが元に戻っていくからテクニカルが働くって形ですけどね ちょっと今回はね、手も足も出ないですね。えー、ということでこういう時は無理せずに、うん、やらない方がいいですよ。だって先日組めないですから、これじゃ。うん、唯一狙えるのが、あのー、これをレンジと見立てでね、ブレイクアウトでトレンドを期待するって形ですけども、ちょっとね、起きそうにないですね。<laughs> まあこういう時もありますよ。はい、ということで、あのー、今日木曜日と明日は、 あのコンテンツの配信をね基本的にはなしだと思ってください追加放送値動きないですからうん急激な値動きがあっても多分エントリーついていけないと思うんですよですのでこういう時は割り切ってね別のことを考えた方がいいです大体いい7割ぐらいはエントリーに向かわない、えー、はわけなんですよ FX っていうのはで残りの3割でいかに勝負するかってことですからだからポジポジ病って言ってねポジションをとにかく取りたい人って損ばっかり出るっていうのが分かるでしょで だんだん目利きができるようになってきたらやれない時は全くやらずに割り切ってねおいしいものも食べに行ったりとか家族と楽しい時間を過ごしてトレードに対するエネルギーを貯めるわけですよもしくはこういう時に Q&A を作ってみたりとかね回答してみたりとか講義の方をやり直してみたりとか暗記項目で不安なところを暗記してみたりとかうんそういったあ、まあ、基礎的なこともありますんでね実践だけがトレードではないですから えそれで本日はねちょっと長々と話しましたけどもこういう風にトレードに向かない時どうすればいいかってことを少しお話ししていました、えー、精神力のコーナーも作ってますのでそちらの方もご覧いただいてまだ明確な目標とかね FX でお金が稼げるんだったらどんな人生を歩みたいのかどんな今とは違った人生を夢見てるのかってことをより具体的に書いてみてください欲しいものを100個ぐらい書くのもいいと思いますよ多分100個も書けないと思いますからね100個書けなければ欲望は弱いと思いますんで精神力を鍛える上で、えー、自分の動機欲望っていうのは大事ですからね欲望とね,あとねこうはなりたくないっていうもの こんななりたくないよみたいな人生をたくさん描いておくことも大事です。それぞれ100個ぐらい書くっていうトレーニングをして、まあモチベーションをね構築してみてはいかがでしょうかということでございます。それでは本日の追加配信はないと思ってください。何かあったらまた連絡しますけどもね。はい。では以上です。ありがとうございました。